行きますよ。ナウローディング。見たいアニメがあるからね、勝ってみせます。はい、それそれ、見えた、ささ見えた、ささささ、これはやばいです。どうどう、イケてるっしょ。ゴロゴロピカーン、ささピキー、まだ当たらない、まだ当たらない、ピキーピキー、まだ当たらない、ゴロゴロピカーン、ささまだ当たらない、シャキーン、ピキーピキーピキー、ささささゴロゴロピカーン、まだ当たらない、ピキーささピキーささささいやーピキーまだ当たらない、シャキーンはーせいはいせいいやーよっはい、それ見えたそれよっまたねーせいよっはいそれそれはいそれよっはあはあいやーはいせいそれしゃんしゃんいやーはあよっよっよっシャキーンセイよっはいはあセイセイいやー見えたシャキーンよっシャッシャビリビリビリいやーいやー見えたはあまだ当たらない。ほーれ。ピキー。ささ。ピキー。ピキー。バリ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 。ビリビリビリ。それ。はあ。はいはい。シャキーン。はい。はい、せい、シャッキーン、よっ、それ、いやー、はあ、これ、シャッキーン、ふっ、まだ当たらんよ、ふっ、シャッキーン、いやー、シャンシャ、死ぬかと思った、未熟だね、余裕。試運転と行こうか。と、行け！えい！やめるね！だ！これで倒れた！食べてもおしまいよ。えい！はあ！これで倒れてくれ！未熟だね。そこ、そ、た、そこ、そこ、えい、だ、そこ、とどめを刺す方針だ。悪く思うな。た、そ、た、えい。
やめるね。えい、私が記者として対戦するためにもいい記事を書かせてくださいよ。そこ、ボスと遭遇したった。これじゃダメだ。次は取材。私の採点でも40点満点だった。4コマ増やします。期待に応えないとね。しかし試してみるものだね。私たちも新必殺技を生み出せるとは思わなく、このアイテムも2人合わせるともう9個だね。しかし謎ですね。企業が開発したアイテムですよ。こんなもので力が出るとは。変身の力といい、必殺技といい、どこまで大きな力を持っているか。現場の私たちには関係ないんじゃないかな。おかげでゲーム記者魂に火がついちゃってね。私たちが女神様と同じ力なんて、それこそ恐れ多いですよ。もしも女神様の力に匹敵するのなら、そうだとしても平和利用するから大丈夫だよ。やはり私たちにはそれしかないです。ナウローディング。何が追加されたの？ああ、うん、わかったわ。行ってきますわ。ナウローディング。徹夜だったせいか眠いですわ。ディメンションイズレディ。行きますわ、行きますわ。それ行きますわ。さあお手並み拝見ですわ。はっ、やりましたわ。さあさあ、お切り札は取っておくものですわ。変身完了。さあ覚悟なさい。はあ、見切りましたわ。はっはっ、それせいはあ、シレットスピア。そこ、はっ、そこ、逃がしません。はっ、たっ、はっ、たっ、はっ、それ、はっ、ふっ、さ、たっ、ふっ、そこ。
チェックメイト。さあチェックメイト。弱い。そこ。はっ。ふっ。オールクリア。まだ私の本気は当然とはいえ、やはりレベルが上がったようですわね。無事にリーンボックスの力を得ることができましたわ。この力さえあれば私には敵なしですわ。しかしなんだかつまらないですわね。思えば私だけが一人、これがノワールの気持ちなのでしょうか。これからはもっとノワールのところに遊ナウローディング。ボーナスですか。うん、ええ、うん、わーい、イエーイ、頑張る。ナウローディング。私も女神候補生だから、だから頑張る。ディレーション、イズネギ。よーく見てて、変身完了。そこ、ガン。そこ、撃つ。ガン。そこ、そこ、ノブちゃんやる。ハレニアはいらないから。そこ、行っちゃえ。ガン。余裕やで。はっ、そこ、ダン。そこ、ピリアパーフェクト。そこ、ダン。いっけー。はっ、そこ、出てきても私たちなら余裕よね。そこ、いっけー。撃つ。はっ、アイスコピー。本気でいくよ。やったー。私の力のおかげ、勝ち。オールクリア。次はもっと頑張る。100点満点。レベルアップ。新必殺技ルビーの力。うん、これがルビーの力。私たちにかかれば楽勝よ。早く次世代機を倒しに行きましょう。ナムちゃん行こう。ゴーゴー。はしゃぐのはまだ早いわ。お姉ちゃんはほんと心配性ね。あなたたちを危険な目に遭わせたくないから心配するのは当然よ。じゃあ慎重に倒しに行こう。そうね、それならいいわ。今度こそみんなで倒しましょう。お姉ちゃん大好き。私も好き。ナウローディング。まだ眠いよ。ネプテューヌ、あなたが何が何でも起こしてって言ったんじゃない。私たちには姉としてやることがあるのよ。その通りね。別にネプテューヌは付き合わなくてもよかったわ。そんなわけにはいかないよ。私も姉としての役目は果たすよ。ところでベールには声をかけなくてよかったの？正確には姉ではないし、
ベールこそ無理に付き合わせる必要がないわ。あらあら、それは寂しいですわね。私も仲間に入れていただけませんこと？ベールも起きてきたの？よくわかったわね。私がそろそろ寝ようと思った頃に皆さんの企みが偶然聞こえてきたので。なんていうか、さすがベールだよね。ユニちゃん、どうしたの？私も眠い。ユニちゃん、寝ぼけてる場合じゃないんだってば。あれ、本当だ。お姉ちゃんが私より早く起きるわけないのに。まさか置いていかれた？お姉ちゃん、とまた？いつも面白いところで危ないから。私たちだってやれるのに。まだ間に合うわ。そうだね、まだ間に合うはずだから追いかけよう。ラムちゃん、急いで支度して。頑張る。来たみたいよ。意外と早かったわね。確かに成長してるってことかしら。お姉ちゃん、探したんだからね。お願いだから勝手にいなくならないでよ。心配したんだから。ひどいよお姉ちゃん、なんで置いていくの？私じゃまだダメなの？お姉ちゃんの意地悪。そうだよ、置いてかれるのは悲しいんだから。まったく、成長してるんだかしてないんだか。私たちがあなたたち女神候補生を置いていくわけがないでしょ。未熟な女神候補生ならともかく、仲間として一緒に戦ってきた女神候補生を置いていけるわけがないわ。今まで一緒にクエストやって大活躍。みんな随分成長したし、一緒に行くに決まってるでしょ。だったらなんでいなくなったりするのよ。たとえ仲間でも、その前に姉としての思いが働いちゃうのかしらね。そんなの意味わからないよ。私もわからない。お姉ちゃんと一緒がいい。ロム、ラム、あなたたちが成長しても、私は姉として先に立っていたい。私たちはあなたたちにもっともっと頼ってもらいたいし、守ってあげたい。お姉ちゃん、なんだ、じゃあ一緒に行ってもいいんだよね？もちろんよ、ユニ。しっかりついてきなさい。お姉ちゃんと一緒かし。もうこんなことするなんて、お姉ちゃんがいたずらしてどうするの？あなたたちにはいつも困らされているのだから、たまには私が困らせてもいいでしょ。ナウローディング。なんだか感動的な言葉が飛び交ってますけど、簡単にまとめると、姉として前に立っていたいアピールで、つまりカッコつけたかっただけですわよね。ベール、そんなにぶっちゃけられると格好がつかないわね。まあよろしいではありませんか。妹の皆さんに心配かけてしまったようですし、私も姉の気持ちが味わえて楽しかったですわ。はあ、よかった。お姉ちゃんがいなかったから枕やシーツの間に挟まってないか探しちゃったよ。ちょっと寝不気や。さすがの私でもそんなに寝相悪くないからね。でも心配かけてごめんね。私はお姉ちゃんが無事なら何でもいいよ。よーし、四女神、女神候補生揃って。なんだかいい話です。みんな姉思い妹思いで、本当にみんな仲良しだよね。ゲーム業界を守護しているのがあの方たちでよかったです。あの方たちが負けるわけありませんね。今回の件だけでなく、この先何があっても未来は楽しくなりそうだよね。私たちも行こうか。肝心の部分を見逃したらゲーム記者失格だしね。面白そうね。わかったわ。なんなのよこれ。こんなものが隠れていたのね。
ええ。